プーチン大統領が大統領になって初めて会った外国の政治家は私が第一号なんです。たまたま会談した場所が1年半前小渕エリツェン会談になった場所なんですよ。これがひらめいた、うん、これまさに聖書をさまよっている小渕さんの、ね、応援があったと思ってるんです。そこで私は大統領に大統領と1年半前の光景を思い出すと大統領してるとおり小渕さんは聖書をさまよっていると、もう再起はない。それでもあえて私は小渕総理の特使で来てる、うん、それは次期森総理が一番先にロシアを訪問してあなたに会いたいと言ってる、うん、何とか日程を取り付けてくれと言って私は涙がポトッと落ちたんですよ。そしたらフンドル会長とプーチンさんが前鏡になってサンクトペテルブルグで次期総理をお迎えしましょう、まあ、これがそこで決まったんですか。決まったの。これが森プーチンさんのいい関係のスタートになるわけです。だから人情家なんですね、プーチンさん。